お願いいたします。どうぞ。はい、産経新聞の中村です。中国で学生らの民主化運動が弾圧された天安門事件についてお伺いいたします。アメリカ国務省の報道官は先月30日、天安門事件をめぐって徹底した虐殺が行われたと述べました。この天安門事件について日本政府としてはどういう認識なのかお聞かせください。まず日本政府としては自由基本的人権の尊重、法の支配、これは国際社会における普遍的価値であり、これが中国においても保障される、このことは重要であると考えております。このような考え方についてはこれまでも中国側に伝えてきた通りであり、中国の前向きな動きを促していきたい、こういうふうに思います。お願いいたします。産経新聞、千田と申します。話題変わります。中国共産党を率いる人民解放軍が民主化を求める学生らを無差別に殺傷した天安門事件から4日で今日で32年となります。中国当局は事件について完全に正しかったと正当化しております。中国は現在もウイグルや香港で人権弾圧を繰り返しています。日本は中国当局に対して天安門事件の真相解明を迫り、第2、第3の事件を繰り返さないよう迫るべきだと思いますが、長官のご所見を伺います。天安門事件発生から今日で32年が経過をいたします。日本政府としては事件発生直後に官房長官談話を発出し、官房長官談話を出したところでありますが、そこで示している通り、軍の実力行使により衝突の結果、多くの人命が失われると痛ましい事態に至ったことは誠に遺憾と言わざるを得ないと今でも受け止めているところであります。日本政府としては自由基本的人権の尊重、法の支配は国際社会における普遍的な価値であり、これらが中国においても保障されることが重要であると考えております。こうした我が国の立場については一貫して中国政府に対し直接伝達をしてきているところでもあります。また国連総会第三委員会や人権理事会等の場も含めて中国の人権状況に関する懸念も表明しているところであり、引き続き国際社会と緊密に連携をし、中国側にも強く働きかけをしていきたいと考えております。